皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは良い人生を作るための鍵は質問力にある。立ち止まらない時間を過ごすためのコツということについてお話ししたいと思います。質問力っていうテーマは何度かお話はしたことがあるんですけれども、今日はですねちょっとまた違う観点で質問力っていうものを、制約の方に使うようなケースを私は今までお話をしてきたんですが、自分自身の、お仕事だったりとか人生ですね、これを、より充実したものをいいものにしていく、停滞しないようにしていくための過ごし方として、質問力っていうのを磨いたらいいのではないかという、そういったご提案を本日はしていきたいと思います。まずですね、質問力っていう部分においてですね、その制約のところでよく使っていくっていう話を先ほどしたんですけれども、制約のシーンで質問力を使うっていうのは、クライアントさん、相手の方、教室の先生でいうと、実際に入会しようかと迷っている人、そういった方が、お客様になるわけですけど、その人たちに対してですね、本当にその人がやりたいことは何なのかとか、自分の教室でいいのかとか、そういったことを、脳の中を整理してもらうために、質問っていうのはしていくケースが多いんですね。よく営業っていうのは商品を無理やり売る口達者の人がやる職業っていうふうに勘違いしている方いらっしゃるんですけれども、どちらかっていうと営業のスキルは傾聴のスキルで、かつ相手が何を考えているかっていうことをきちんと正しい方向に、整理させることができる能力の方がむしろ大事だと思っていて、でこの能力っていうのはそのまんま自分自身の人生を問いかける上でもとても大事な能力になってくるんですね。で私はコンサルティングを当然やるんですけれども、ちょっとですね通常と違うやり方を取り入れているのかですね、結構質問多くするんですよ。例えばそうですね、 A さんっていう人がこれこういうふうに しようと思ってます、いいですか良くないですかみたいな質問というか、方向性方針を確認してくる方とかがいらっしゃるときに、必ず私が聞くのがなぜそう思ったのかっていう点1点と、自分は本当はどうしたいのかっていうこの2点目を割とよく聞くことが多いんですよね。っていうのが思考を育てないと、いろんなシーンで対処できる脳が育っていかないんですよね。私がイエスノーをその場で出してしまうと考えなくなってしまうんですよね。ということは、例えば違うタイプのお客様が来た時に考え方の応用が効かないと結局成長しないから独り立ちができない状態になっちゃって、私の回答は確かに正しい可能性が高いんですよ。経験値が皆さんよりあるからです。だけれどもその正しさと楽さを求めて、私に回答を求めていくっていうことが慣れてしまうと自分で考えなくなるので、ある意味依存関係を生み出してしまうんですよね。ここがコンサルティングのところで悩ましいところでですね、依存関係で、コンサルティングしてしまう方が楽なんですよ本来は。長く続ける従順なはいいいえだけを、だからちょっと言葉悪いんですけどね、教祖様とかってそうですよね。その人の言うことを従ってれば自分の人生は間違いないみたいな状態に、ある意味マインドコントロールをしてしまうことができるやり方が考えさせないっていうのが基本になっていくので、いい悪いが正しい方向で全部当たったとしたら、その人の言うことを聞きたくなっちゃうじゃないですか。そうするとですね、成長しないんですよ。だから成長させるためにはというか自立してほしくってですね、私はやっているので、
ある意味矛盾したあの関係になってしまうんですよ。本来はリピートをしていただくことの方が私の売り上げは上がるんです。だけど自立をして私が必要にならなくなったらその人は辞めますので、あ、そちらの方に私が促すっていうのは本来は逆説的なあの関係になってしまうんですよね。ですがあえて私がそれをやるっていうのは逆にそれによって自立した形になって当然さらに次の上のステップアップいきたいですよね。で、例えばその時に私と相性が合う、この人のアドバイスで自分は成長できるんだということを実感しているのであれば当然ですがその間に私も成長し続けますので、常にその切磋琢磨し合いながらも高次元のさらに上の質問をしてさらに上の、回答というか考え方の指南ができるっていう形の、共存共栄関係ですね。その関係であることを目指しているので、もともと依存させないっていうことをベースに私はコンサルティングをしているんですよね。ですからあの質問をよくするんです。で、そうすると皆さんはどういうことが脳の中で起こっているかっていうと、自分の中でイエスかノーかだけって言うと私がこれイエスだよねっていうふうにもしも言ってしまうとそれ以上思考が止まるんですが、なぜそう考えたんですか、本当はどうしたいんですかっていうこの2点ですね。これを質問をするとノーかというか自分自身が答えを探し始めるんですよね。あれ、私はなんでそれをしたいと思ったんだろうとか、なぜそう考えたんだろうっていう、もう固定的断定的に考えてしまう人はすでにその答えを出してしまっているので、プロセスが飛んでる場合が多いんですよね。で、プロセスが飛んでる場合にはそのプロセスに実は大きなヒントがあったりとか、方向性を決めるための重要な鍵が隠されていることが多いんですよ。だから短絡的にですね、じゃあその状況ならじゃあこっちにしておきましょうかという回答は重要な決断の時にはですよ、簡単な話の時にはね、まあ、こっちでいいんじゃないとかっていうのを言いますけれども、ちょっとこれは考えてほしいなという時にはあえて立ち止まって、見つめ直していただくための質問を投げかけることがあります。人っていうのは質問をされると当然ですけど脳が答えを探すので、なんでそう思ったんだろうっていう、これ慣れてくるとですね、自分で自分の質問ができるようになるんですよ。実はなぜ私はそう思ったんだろうとか、これは感情の処理の時にも使えます。なぜ自分は怒るんだろうとか、なぜそういうふうに考えてしまう、特にネガティブな感情を解決する時に、その自分を内観する質問力っていうのはあると、大抵のことは流していくっていうか、流すように処理ができるって言えばいいんでしょうかね。怒りますよ、私も当然怒るし怒るし、その感情はあるんですけれども、どう言えばいいんだろう、受け止めるというか、そうなんだ、自分はそう思ってるんだ、なぜなんだろうっていう原因を探り、そしてそこはこういう考え方で解消できないかっていうことを自問自答すると、大抵どうにかなるケースが多かったりします。ですから一つの質問を私がまあ皆さんにするケースも、その方に論点がずれてるようなケースがある場合にはもう一度立ち止まって考えてみて、本当に選ぶべき選択肢を自分で選んでほしいなというふうに思う。で、私は選んだ選択肢に対してさらに解決の具体的な方法ですね、これは実務の方になるんですけど、こういう A と B という道があって B を本人が選びたいというふうになった時に、 B にふさわしい解決策の、手段の方ですね、実務、これを伝えます。じゃあ A を今度選んだ時とかには、その A に対しての手段と解決策が B の時と違うので、本人が選んだことに対してサポート支援をしていくっていう、そういうスタンスを取っているんですよね。ですから私が A を B を決めるのではなく、本人がやっぱり決めないとですね、責任持たないですね。例えば私ね、
高橋さんに言われたからとかいう逃げができてしまうと、結局自分で決めてない人の場合には最終的な責任を自分から逃れるようなケースとかも多いので、それをきちんと向き合う必要があるんですよね。だから質問力っていうのは実は停滞するようなタイプ、これをしようと思うけれども前に進まない、うまくいかないっていう人の思考はその質問力を磨くことで、だいぶ前に進みやすくなるんですよね。何か、データでですね、人っていうのは2万回1日のうちになんか選択をしてるらしいですよ。知らず知らずのうちに。とても簡単な話で言うと、例えば、ね、交通機関こっちとこっちで行こう、どっちで行くかとか、これも選択ですしね。お昼を今食べるか食べないかとか、何時になったらするかしないかとか、そういう選択も全部です。今日どんな服を着るか着ないかとかも含めてですね。そうすると、まあそういう細かい選択とかもちろんちょっとずつするんですけれども、その選択自身がもっと深いものになると頭が混乱して立ち止まってしまうケースが多いので、その時には質問力を稼働すればいい。そしてただし、その質問力の稼働の仕方がコツがあるんですよ。質問っていうのはもともとその考えを促す、私がそうする場合には考えを促すっていう意味もあるんですけれども、新たな視点を本人に気づいてもらう、要は私はそう考えないんだけどねっていうことを伝えた時に、自分はそう考える、あ、そういう視点から考えることもできるんだっていう新たな気づきがあるので、一つの物事がありますね。これを多面的にどれだけの種類で見ることができるかっていうのが人生を豊かに生きるコツだったり、仕事の中での処理をする解決策をたくさん持てるかっていう大きなポイントになるので、それが必要なんですね。ただしその時にですね、ネガティブな方向っていうか、なぜ自分はそれができないんだろう、こんなことを考えてしまうからだ、これが私の悪い癖だとか、悪い方の欠点を探すふうに思考がいってしまうと、まあその中に入り込んでしまってですね、前に進めなくなってしまうんですよね。この時の問いかけのポイントがあるんですよ。なぜ自分はできないのかっていう自問自答を悪い方向にするんじゃなくて、その問題を解決したいから悩むわけですよね。っていうことは、その問題はどうやれば解決できるんだろうかとか、もしもそれがうまくいったら、例えば仕事がうまくいかない、全然できないとかっていうことをテーマにしたとしても、では何をすればうまくいくんだろう、私はこの仕事が終わったら何をご褒美に自分にあげたらいいんだろうっていう、そちらの楽しいこと方面にですね、切り替えると、どうすればうまくいくんだろうっていう視点に変えられるようになりますね。なぜ仕事がうまくいかないんだろうじゃなくって、どうすればうまくいくんだろうっていう質問に変えると、これできるんじゃないか、これができるんじゃないか、でしかもこれが終わったらこんなご褒美を自分に与えてみようっていう、その未来を作る方から今の問題を解決する方が多分楽に解決できるんですよね。こんなこと考えたら、これをやったら人にこんなに風に喜ばれるに違いないとか、自分自身も嬉しくなっちゃうことですね。だから立ち止まる方は割と自分を責める方向に質問力を投げかけるケースが多いんですけれども、そうじゃないプラスの方向で考える癖をつけるといいと思います。はい、そうするとね、ワクワクしてくるから、どの道明るく行動的に動けるようになるので、そうするとうまくいっちゃうっていう、だから停滞しなくなるんですよね。はい、ですから質問力っていうものはですね、まあ、人生を豊くなる一つの大きなキーにもなりますし、質問を自分にたくさんすると選択肢が増えるので、アイデアも増えていきますので、たくさんの答えが出ていくし、そしてそれはどれも正解で、どれも正解ではないどれも正解ではないし、どれも正解っていう、
その人自身が選び取る正解は私が支持する正解とは違うケースがあるのは当たり前なんですね。だからそれをどのように捉えてどう動いていくかっていうのを、まあ、考えながら寄り添う、アドバイスするっていうのが多分私のスタンスになっていくのかなというふうに思います。まとめますと、良い人生を作るための鍵は質問力にあるということは、自分自身の思考をクリアにするために自分にも質問で問いかけていくと停滞する時間が少なくなりますということで、良い質問を自分にしていく癖をつけようということを、今日はお伝えしたいと思います。それでは。